福島対東京 Z ゲーム2のティップオフ。まずはアレックス・マーフィー、いきなりプッシュしていきました。コーナー3、アレックス・マーフィー落ちる。さらにノエリアが前に走っています。前にはウォッシュバーン、一人でアタックしていった、ブロック入った。ウォッシュバーンのブロックです。長谷川も昨日は特に後半のディフェンスという点で非常に大きな貢献を見せました。そしてベースラインドライブ、レイバックで決めてきました、アレックス・マーフィー。長谷川は昨日は0ポイントで、0ポイントというのが、あ、ここは引っ掛けました。その長谷川ブロック飛んできましたが、長谷川決まります。カンバラのドライブ、エリック・マーフィーに通った。ギリギリショットクロック、ギリギリで決めていきました。いいね、まあ、作戦というものを感じます。コーナー3、橋本、草岡がストップします。クロスオーバーからナイスパス、ウォッシュバーン。さあ、このゾーンの崩し方ももう選手は熟知していると昨日森山ヘッドコーチは話していましたが、バスケットカウント、エリック・マーフィーです。山内からもう一度水野です。ポジション取った、ウォッシュバーン決めていきました。マスコはただ第2クォーターのラストプレーですね、アレックス・マーフィーから後ろからボールをはたいてのスティール、あれが非常に大きかったです。山内のコーナー3が決まりました。一方のウォッシュバーン、クロフォードの上から決めていきました。ホーンズセットからウォッシュバーンがハイポストで持った、そしてローポストに移動したエリック・マーフィー、バスケットカウント。ホーンズセット福島、クロフォードのディフェンス、ウォッシュバーン決め返します。